茶器でございます。 800g のそば粉と 200g のチューリップ、キロの二八そばを打ちますね。はい、お水が 500g です。500のうちの7割、5735、350入れます。はい、150残すってことですね。最初はちょっとね、あまり手を汚したくないので、こうやってね、汚れる部分をね、限定させた方がいいですよ。手を汚しすぎないってことですね。片手しか汚してないですよね。ちょっとね、だいぶ黒いポツ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 っていっぱい入ってますよ。これがね、そば殻ですね。そばの皮の部分です。この殻が多いほど打ちにくいですね。つながりにくいですね。よし、である程度混ざったら、この手のやつをね、剥がしてください。ずっとね、汚しっぱなしっていうのはすごく良くないですよ。手は常にきれいね、きれいきれいだね。で、あとボールね、ボールもこういう風に、こういう風に鉢もこうやってしっかり剥がしてあげてくださいね。ですけど、食べるとこの柄があるおかげで香り、風味があって、ちょっと田舎風というか野生味あふれる、結構僕の好きなそば柄の多いおそばです。はい、じゃあ次の段階いきますね。こういう風にムラなく全部の粉が粉々になればね、次の段階いきます。残りの150ですね。はい、150はね、一度に入れませんから、ちょっとずつですね。こういう感じでね、ちょっとずつ入れながら回しながら入れながら回しながら、全体的にムラなく水が行き渡るように意識しながら入れてあげてください。まあ、入れるペースもね、早すぎず、ある程度規則正しいペースというか量でポタポタポタと入れていけばいいかな。なるべくこう水のなさそうなところも狙って入れてあげるといいかな。ちょっとまだありますけど、ちょっと一旦水をやめて回すことに専念しますね。で、この時にこうやって手汚れてますよね。これもしっかりと剥がす剥がす。とにかく手は常に綺麗な状態を維持してくださいよ。ちょっと回すことに専念してみますね。水を行き渡らせよう、行き渡らせようって意識ですね。そうですね、ある程度今日は水がね、500用意してますけど、500はいらないかな。470ぐらいで良さそうな感じもしますけど、これでいけそうはいけそうですね。もう入れてもあと1回かな、一ちょろぐらいかなとね、あと一ちょろっと一入れぐらいかな。ちょっと最後の一ちょろ入れしますね。はい、ですので水の量は粉の半分って考えるよりも、その時々、季節ですね、春、夏、秋、冬、湿度の高い時もあれば低い時もある、乾燥してる時もあるんでね、その時々でね、水の量は変わります。いろんなチェックポイントありますね。まずは見た目ですね。こんな感じでちょっとお団子みたいなコロコロコロっとしたやつが出てこれば
見た目では OK ですね。あと自分の手に引っかかってくるこの抵抗感とか、自分の手の表面に感じる湿度の感じとか、うん、こういう全て 見た目と手触りと、そのためにも手は綺麗な方がいいようですね。はい、これで OK ですね。じゃあまとめていきます。でここはちょっと力づくで押し潰してください。上から体重を覆いかぶさるようにかけるといいですよ。てな感じでね、ちょっとここを頑張って力で押しつぶしてください。はい、こういう感じでね、ちょっと質感が伝わるかな。はい、じゃあここから脇くねりいきますね。はい、中心のへそ、中心のね、くぼみ、このへそに向かって折りたたんで折りたたんで折りたたんで、折りじわを一箇所に寄せ集めてあげてください。ね、菊の模様に見えませんかね。これで菊練りっていうね。はい。菊練りができた後ですね、菊のここのへそを右に向けて、前に転がして引く。前に転がして引く。前に転がして引く。これを何回も何回も何回も繰り返して、先っぽを細くしてあげてください。へそがね、飛び出た、つまりへそ出しですね。はい、へそができて、そうすると表面がね、つるんとね、御影石のようにね、光沢が出てるの分かりますかね。で最後上からギュッと押しつぶして、三角錐を押しつぶして、はい、このようにね、円盤状の状態ですね。はい、じゃあ綿棒いきます。この時にね、足をうまく使えるといいんですよね。足を。どういうことかっていうと、踏ん張ってる後ろ足の重心を前に、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 前にってことですね。振り子のように後ろ足を前に、前に、前に、前に移動できるので、足を使って伸ばすと、重いのほかと疲労度が違いますね。はい、じゃあここから卵いきますね。この今引いた白い線のところが伸びますね。はい、向きを変えて、ね、よし、これで卵型かな。はい、次はこのラインですね。このラインが残ります。つまりここのら線とここの線が伸びたことで四角になったということですね。
なんですけど、ちょっとここの角とここが弱いので、まずはこっち右半分を上と下に伸ばします。半分がある程度できたんで、次はこっち半分いきますね。よし、まあ、ある程度上がラインが揃ったんで、今度は下行くかな。じゃあ今度向き変えますね。ちょっとね、ここの角がちょっとこの角ね足んないんで、ここから作りますね。ある程度ここできたんで、次はここかな。ここの角作りますね。次はね、その今度こっち側のここの角かな。今ここの角を作ってたら、ここにシワが寄りましたよね。このシワはちゃんと取らなきゃいけないので、かつこっちにシワを流すと、ここにできたシワはね、別にこっちに流せばここの角の足しになるので、よし、だいたいねこの辺り一体できたんで、次は巻き取って、この上のあたりをね、伸ばしていきますね。ちょっと巻き取りますね。大体このあたりがね、伸ばせたんで、今度ここから上ですね。この上あたりを。では最後にもう一周全体的にやって終わりにします。
厚み的にこんな感じですね。よし、これでいいかな。Thank you.